ちょっと次の項目でございますのでまとめてお願いいたします。はい、すみません、ちょっと1点だけなんですけど、自民新聞の角です。ちょっと今日の会見初めて久しぶりに来て、そのボディーガードの方がいらっしゃると思うんですけど、これいつからボディーガードをお付けになられたんでしょうか。お付けになられたっていうか、はい、大阪府警ですから。あ、大阪府警、はい、ボディーガードがありますね。大阪府警の警戒です。はい、まあ、そのどういったものがきっかけとして、まあ、大阪府警の方に警備されていただくという形になったんでしょうか。その警戒についてについての情報は公開してないということです。あ、なるほど。じゃあいつからなりますか。私はもう前に発表してますので、それまた調べてもらったら分かると思います。あ、教えていただけないか。いや、なんか言ってるからそれ調べたらいいです。あ、なるほど。もう別に隠してるわけじゃないから。はい、あんたクリートでも12月くらいですね。10月くらいだったかな。ちょっと記憶、11月、あれ防災訓練の時の前ですね。防災訓練の時11月だったと思います。その時の記者会見で、本日から警戒の対象になりましたっていうのはきちんとお伝えさせてます。11月ぐらいだったと思います。ちょっと記憶が。わかりました。府の予算から警備費が出ています。それとも大阪府警だけで出している。通常の警戒です。予算としては大阪府警からできる。それは当然そうだと思います。あ、はい、かりました。大阪府警かちょっと警察署か分かりませんけど、通常の警戒に起きる予算です。他の警戒とも同じです。はい、ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。それでは終了いたします。